めちゃくちゃゃく焦りましたやばい <laughs> メラメラ言ってから寝たの寝てないんですよそれはで明日そう今日は前休の日だったんですけどメラメラがあったんで一日外いましたえめっちゃ焦りましたほんまにもうめちゃめちゃ焦った寝たい あの誰にも迷惑はなんてお仕事に支障は出なかったんですけどあの10分ぐらい入る時間が遅れましたなんとアラームをいつの間にか消してましたありませんこういうの <laughs> いつの間に消してたんやろって思いましたこんばんは。 えー、ミス連発しなかったえー、何やろでもなんかもうえなんか <laughs> 家出る時めっちゃ焦りすぎてあのー、リモコンテレビのリモテレビ消したんですよちゃんとけど家着いたらテレビのリモコン全然なくてマジで30分ぐらい捜しました <laughs> 最後に消した場所覚えてなかった 私二郎系ラーメンを今日ね初めて食べたんですけどもうね多分ねみんなは気づいてないと思うけど自分の変化はなんか気づくじゃないですかもう目は腫れてるんです私まぶたが重いですもう嫌いや,いや明日が怖いです久々に明日は大学行けるんですけどあかんわ えうん、もうめちゃめちゃ味濃いことあった塩分やばいと思うもうずっと喉乾いてる <laughs> にんにく抜きにして麺も 300g300g あるらしくて,て通常150にした汗かいたらよくなるとかないうーん そうなんやすごいなすごいねみんな 300g とか考えられないですね宮本亜美ちゃんがね 今度パンダ一緒に見に行きましょうって言ってくれました LINE でもうそれにずっと燃えてましたおパンチのスタンプも取ってくれてかわいすぎませんとちょっとでもパンダ全然いないんですよねああ見えてなんかアドベンチャーワールドと上野動物園と ぐらいに人ないらしくて,て王子動物園は王子動物園はあれあのいるんですけどタンタンいるんですけどあの病気であの一般の人があの見れないんですえ私なんとあげてた そうなんとお城のティットドットッ k の編集しようと思ってたんけど間違えてあげてたちょ <laughs> 全然編集途中やってんけどえっほんまにえ間違えて上がってるえそうパンダ事情詳しいです。<laughs> 今日マジで二郎系食べたからマジで体重計乗れへん怖すぎて。 ん,なんとバサルの時にあのずっともう足ずっとつりそうな状態やって足プルプルなっててめっちゃ焦りましたもうね多分皆さんもやばいと思ってると思うんですけどあのアンポールほんまにやばいですね <laughs> もうなぎささいのサビの足ば当たらない全然頑張らないとあったんけど わらへんくて焦ったえ何ささいと終わったらジンプスあるしね多分もうジンプスとかも,もうただでさえさ苦手やのにさあんなあんなあれあんなあんな,あんな,あ,んなあんなアンポールにあったらやばいわ <laughs> ユニットがね、4曲なんですよ。皆さん的にはどうなん,どうなんですかねあのユニットが4曲になるってことはその分ユニットの一つ一つの人数が減るんで目立っていいんじゃないかなって思うんですけど私ユニット4曲ってな決まった時めっちゃ嬉しかったです。 今日私あの早着替えなんですよな奇跡の衣装ねちょっとねあの大変なんです着替えるのなんか今までずっとストアってあったからズボンでネクタイ留めてみたいなジャケット着てみたいなちょっと大変なんですけど一曲着替えでああ m c の c な MC の量減りましたね 皆さん的にはどっちがいいんですかね曲を見たいのか MC も MC みたいから曲今まで通りでいいのかみたいなえ私自分がファ,ンやファンの人やったら曲増えた方が嬉しいかもしれへん <laughs> いや何でも嬉しいねんけど <laughs> 帽子が心配で見てられないえごめんなさい <laughs> 帽子ね 帽子帽子自分も自分も心配 <laughs> でも二つ被かぶりすぎたんですよねえ MC 派なんやみんな MC 派なんそうなんやアントールのズボンみんな違って歌ったなあそうなんですアントールのズボンみんな違いますそれぞれかりんさんとかもうイケメンすぎんちょっと マンモスはあの感想はめっちゃむずいですねけどなんか結構好きですマンモスえマニアックな曲ですよね多分なんか宮,宮脇さくらさんがめっちゃ好きな曲って先輩が言ってはった気がします私はねでもねずっとずっとが を入れれたことがすごいい嬉しいですね <laughs> ずっとずっとをしやったんでなんか瀬戸取会議はマイティさんにその入れたい曲を送ってみんなで話し合ったんですけどなんかずっとずっとをなんと入れてるメンバーを歌ったらしくて,て入れようってなってアンコールの最後一番最後に入りました。 なんか結構な人が出してたらしいですずっとずっとは SKE さん SKE さんワンツースリーフォーよろしくなんともうちょっと最初は実はもうちょっと SKE さんの曲が入る予定だったんですけどいろいろあってこの瀬戸里になりました「チーム M」の公演見たいや見てはないんですけどあの新衣装が可愛すぎてやばいねあれ着てみたいむっちゃ。 新衣装を着たいからまた着たいっていうのもちょっとあるかもしれへん <laughs> なんかなんかあれやの元木記者公演みたいな 似てるんですかセトトリずっとずっとと n n b 参条はあったんですあったんですあったんでしたっけなんかでもえアーノンさんとか出てはったその公演なんかかりんさんとアーノンさんがセトリ決まった時にあのー、なんか「やったことあるちょっと多めやね」みたいな言ってた気する。 いびつないびつな真珠と,ずっと,ずっとですかあとあの a k n n b 三乗は最初にねライトをつけてるんですけどあれあのスイッチで入れてるんですけどなんかボタンちっちゃいボタンで押すんですけどあれ本当に手はちょっと当たるだけで消えたりするんですよ。 なので、マジでちょいちょいマジでチラ見してます。あの、ギネプロの時に NNB3 乗の2サブぐらいで消えちゃって、で、普通に踊ってるから全然気づかないんですよ。けど NNB3 乗の曲ってライトがあってなんぼじゃないですか。やったらめっちゃもう、もうめっちゃ、なんと <laughs>、踊りながらちょっと右目の、右目だけをこっちにしてみたいな。めっちゃチェックしてました。確かに。 あなんとライト変わったらしいですね。なんか最初はなんともっとなんかテーピングみたいなやつやったんですけどそうなんか釣,釣り道具みたいなやつらしてて手ちっちゃい私もなんですけどチッヒーさんとかみひなとか手ちっちゃいメンバーがもう大きすぎて踊ってる時にめっちゃ落ちてたんであのー、あれめっちゃいい釣り道具のやつめっちゃいいです。めっちゃフィット。 でもめっちゃなんとユニットユニット奇跡以外の私のユニットが想像つかないってみんいろんな人に言われましたた人に誕生日単語も想像できへんしオオタミとプライドはギリできました想像過ちも多分絶対ない気するしやるとしたらオオタミなんかなオオタミとプライドめっちゃ曲なわない え、終わったと思ったら、まだあるんかいみたいな。<laughs> ずっと、裏で聞いてて思ってた。可愛いでもめっちゃ。過ち誰ができるえ、それな <laughs> マジできる人限られてくるよな。私的に、チヒーさんとカリンさん以外でできはるのゆユーミさんぐらいと思ってんねんけど。マタギーとか絶対できひんしな。いや、ほんま、誰ができ、誰ができるやろな。 なんとめっちゃむずくないマタギとかんか吸期生とかもまたいでくれると思うんやんこれからでもなんかさオオタミオタミと奇跡ブらいしたイメージしたんくないえ十17のメンバー出たんですか ?17 のメンバーも出たんやそう吸気声出るんですやばくないコヨリンとホノピーあ出たんやそうなんですもうね

あ、ちひ、あ、ちょうどこの話になって。ちひ、そうらんから過ちのメンバーが誰なのかっていう感じですね。だから十六人公演の時とかどうしてたんですかね、もっとメンバーいたんですか。十人でも。なんとはめっちゃシンポジットと出したり。旧期生の又木とと。に出てもらわないと、成り立たへんのに。 16人ってどうやってどうやってやってたんですか今までああメンバーいっぱいだったからなんだよどうせんとかめっちゃむずそううーんそうなんや チームが二十人くらいいた、うん、なるほど。そうなんよ、やばい。メンバーをかっ,っ,った、島崎も多かった。うん。まあ、それそうやんな。 いつ入っても石田さんの出てた <laughs> だってゆうみさんも900回ぐらい出てはりますもんねやってみて好きだった曲はそう模場面をさっきまで売っててなんかそ,それにも書いてたんですけど「果てといびつな真珠かないやずっとずっとも好きなのはもちろんやけどなんか新たな発見なのは「いや果て,果て初披露で。て 新規振り付きあきら選手がしてくれたんですけど。果てもね、好きですね。曲めっちゃいいですよね。なんか、あの昔の先輩だったね、ほぼ毎日公演ですぎて。劇場でなんか。めっちゃ。

えそういいない人え誰がいませんで、ね、マイティさんとアーノンさんとチヒーさんがいないんですねやばいですねなんとでもジネプロとか本番とか見て偉い人に言われたのはあ私だけじゃなくて言われたのはあのあれですそう先輩メンバーがおらんくなった時にめちゃめちゃ心配って。 次の公演は心配って言われうたと17の公演が心配ってだって普通さ初日のさポジションで慣れていくもんやんかやけどもうシンポジュが何人も出たりまたリの子がいたりとかでどうなるんやろほんまにやし私その当日もう大学休めないんでリハで休みすぎてやったらあの本番前のリハーサルで。

そうバラバラ出ます12日やからでね14日にね大学の、ね、授業でね発表があるんですね発表があるからあのレジュメとパワーポイントを作らないといけなくてやばいよね <laughs> 金土日月で日曜日昼夜で潰れる金曜日と土曜日授業どうしようっていう感じです

とりあえず火曜日の発表終わったらもう狂ったように寝ます <laughs> えそう授業中にパーポ作ったらいいんちゃうとなって思ってる私もそれ思った明日 <laughs> 明日パソコン持って行ってやるかななんとまず文献を理解するのに文献を理解するのにまず時間があります でも,でもパワーポイント作るのは私そんな嫌じゃないんですよえ私めっちゃ大学入る前からマジで内職芸人やった内職って分かりました皆さんその授業中にあの別の課題をやったり <laughs> するんですよめっちゃ内職芸人やった家でだって宿題やんのちょっとか嫌やもん <laughs> でもバレたらめっちゃ劣る先生だと通った <laughs> なんかなシステムエータンドっていうねエータンドのなんかやつもあるんですよでなんかそのそのシステムを覚えるためにあのカバーをシステムエータンドっていうカバーを取ってその授業中の教科書のカバーをつけたりしてました 結構マジのガチで,ですけど <laughs> で,マジであの先生で選んでました <laughs> 最悪やけど漫画読んでるみたいあでもなんか逆に「漫画読んでる人いますよ」なんて。 例えばシスタンの表紙の中に漫画仕込むみたいな <laughs> めっちゃおもろいいやうん漫画は外までして読みたいかなって思うあの宿題とかさ覚えなあかんのはさ家でしたくないからとかあるけどシスタンのかしすぎるえ、そうシスタン シスタンね最初の最初の800ぐらいまでは調子よく覚えれたけどその後ぐらいからちょっとなんか積んでたあターゲット聞いたことありますシスタンでした私の早弁はしないの早弁は一時期ハマってた時期ありました <laughs> ハマってたって何って感じなんですけどあのハマってた時期ありました早弁 でも授業中に食べたりはしないですけどその10分の休み時間でちょっとお腹空いてたら食べたりしてましたね。ってっぱマジでほんまにやばいちょっと大学生キャラを売りにしてるけどさ学力テストで毎回、ね、アホなんかバレんのほんまにそろそろやめたい。<laughs> 英語も大学で英語の授業一応あるんですけど大学入る前よりちょっとレベルが低いんですよなんと英語のんでと分からへんけどやしなんていうんこ言い訳とかじゃないんですけどあのそうなんか一番悪いってこといやちょっと <laughs> 2分4金を,を答えるやつさなんかよう考えたらさ渡ってたと思うけどあの関西地方の何てうの関西近畿地方の金を全部答えると思っててあ奈良入れんの忘れたでもあのえ奈良入れた5金になるやんみたいなちょっとアホですねただの。 らったきょうおんじゃあ亜美ちゃんおもろすぎやって全部カタカナでっくやんおかしいやえゆ雪乃があそこまでちょっとおばたさんなのはびっくりしました名古屋を入れてたよ名古屋名古屋入れててびっくりしたフん <laughs> いそうブワーって描いてためっちゃおもろいほんまに死ぬほどおもろいねんけど。<laughs> 前の学力テストもビリでリタのドリル渡されてためっちゃおもろいめっちゃおもろいやばいツボやねんけどどうしようリタのドリルドリルドリルって響きはツボやねんけどなんか夏ですねドリルちなみに私は中学受験をしたんですけどあのね浜学園っていうあの塾知ってました結構有名な塾で出題は多いで有名なんですよ浜学園っていうのは。 <で笑>あのそう有名で割と関西にあるいっぱいあるなんか黄色の塾なんですけど出題めっちゃ多くてでなんか計算テキストみたいのあったんですけど最後の本全然やってませんでした正直 <laughs> でもなんか いろんな塾あるけど浜学園に行ってよかったなってのはめっちゃ思うマジでなんかその私の志望第一志望第一志望の中学中学のそのあの大過去問とかを見てなんかそのその <laughs> 出やすい問題とかをまとめてもう志望等別でなんか授業とかしてくれてたんですけどマッチでそのまま出たりしてた なんかそのままとかはあれなんですけどなんか例えばその,そ,のその中学によって違うと思うんですけど例えばなんと天気図をよく出すとかめっちゃいろんな何年分も調べてそういうのをやってくれてそうもうねほんまに私マジで算数は多分35点とか40点とかやったけど。 マジでそれ以外の京都はマジで80点以上ある気するもんマジでほんまにあのー「リカ」がもうめっちゃもうありがとうございましたって感じやった「目立た」の「目立た」の「胸びれ」とかの枚数とか <laughs> あと あの、振り子の問題とか。星の問題とか。そう。やっぱ目が腫れてきてますよ、私。絶対に。え、腫れてます、これは。私もう目腫れてるけど、こうやってするんですけど。ちょっと膨らんでるんですよ、今の団体で。 渡る人渡らんなこれえメガネなん時もうちょっとあのもうちょっと空いてたもん私は渡るでこの目の二重のところにちょっとニットが乗ってきてますやばいもういや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 なんでそれで渡るんえ膨らむんです膨らんでるんです全然腫れてない時はすってなるんですけど膨らんでるんですもうすでに いやいやで、明日久々にねワット行けるんですよ友達とパとも2週間ぶりくらいにあるのにえラーメンのせい私ラーメン食べた次の日絶対むくむんですけど多分今まで食べたラーメンの中で一番多分塩分高いと思うえスープスープ飲んでないよ全部油そばを食べた次の日は全然晴れへん カッパラーメン食べた次の日は絶対に晴れますえー、ラーメンってむつむんですねむつまない人いるんですかこのように私公演の前日とか絶対食べへんようにしてるもんいっぱいね去年ぐらいに公演の前日にラーメン食べて。 次の日目パンパンやったびっくりするほどいやし緊急生とかやってたらさメイクも薄めやったらさどうにもどうにでもどうにもできんくて,てもめっちゃパンパンやったりえにも同じこと,と言ってたうわ驚嘆者おったマジで驚嘆したいこれラーメン食べた次の日やばい男性はあんまりむくまないんですえ、そうなんよ なんとあと私も足がパンパンすぎてなんとあのしゃべたイの時の白い衣装の下に履いてるブーツ脱いだらもうめちゃめちゃ線だらけでしためっちゃむくんでた話したいもう人は明日の12時まで。 らしいです新党への感想とかめっちゃ聞きたいんですけど喋ゃべの時にほんまにほんまに申し訳ないんですけど喋ゃべの時にもう元気がなさすぎて多分なんかちょっと宣伝するの気まずいなって正直 <laughs> 思っちゃってて本当にめちゃめちゃ反省してますでもその多分元気なのでもう大丈夫です喋るので <laughs>。 喋るので安心してくださいそう n ポーズちゃうらしい <laughs> ちゃんとのファンの人にめっちゃ教えてもらったのになまた間違えてん n ポーズであの インスタにインスタに載せる載せた写真も N ポーズちょっとちゃうらしい <laughs> 大丈夫そうそうでも宣伝します終わったら本当にあの話したいと思ってくださる方がいるなら待ってます <laughs> あのちゃんがエップスに乗せてるのがワトレスは見ますどっちはどっちはあれなんやろなんか裏ピースに小指なんですけどやっとやったんかな,なんかさ大体でも何か大体リアルイベントってさなんとの前じゃない なんと前のさ段のアあと一回とかもさなんとライブの1週間ぐらい前やった気するのは私だけですかね覚えてる人いますか4月末ってことはありやんな立川のちょっと前みたいななんでかぶるんやろそんなちょうど 危険の人に、ア悪印象なければいいね。確かに。いつも。もうちょっと元気です。本当にごめんなさい。うん。確かに公園、公演。公演できへんの。私なんばらドのらぼえてるやろ。 前に出たのが多分多分多え前に出たの10月12日とか覚えてると思うねんけどなぁちょっとレッスン場に行く時間がないないんですけど家でやって昼夜やからなでも朝週を朝に練習と歩きんからなぁ。 シンシンさんといるのが本当にもう嬉しすぎるもうほんまに嬉しいもうシンシンさんと一緒に出れる幸せめっちゃんといろんな B2 メンバーに B2 まだね公演初日迎えてないけどなんかこの曲シンシンさんとめっちゃ近くやねんとかこのユニットシンシンさんと一緒やねんとかめっちゃ自慢止まっちゃったすいませんめっちゃ自慢されるめっちゃ自慢されるけどンバらシンシンさんと新芽で いっぱいね、絡んで。くださるから、別に全然痛くもかゆくもないですけどっていう。解消してます <laughs>。いや、ほんましんしんさん可愛い。し、多分。多分なんかファンの人とかも、多分しんしんさんに。多分さくらちゃんが。好きって言ってたよみたい、多分めっちゃ言ってくださってるから。 多分なんか最近シンシンさんあのめっちゃ気持ち悪い話をするんですけどインスタのストーリーって閲覧履歴が見れるんですよ。でなんかそのメンバーフォローしてるメンバーはまとまって見れるんですよ。なんて伝わるかなこうファンの人の閲覧履歴は見れるけどメンバーの閲覧履歴はこうまとまって見れるからよく見てるんですけど最初はインスタフォローしてもらって最初の方はストーリーにシンシンさん 歴にしんしんさんいなかったんですけど最近ずっとしんしんさんがいて人もね結構早いんですよ見てくれるのがやたらしんしんさんのこの意識が変わったんじゃないかなって勝手にポジティブに捉えてますこれしんしんさんに伝わったらはずとしんで絶対に言わないでください私あのしんしんさんのインスタの インスタ毎回りたいにしてるんで、よろしくお願いします <laughs>。はいえ。絶対目腫れてんねんけど、もういやいや、もう寝たくない、これ。え、もう、な、絶対に。雪のととは普通にしんしんさんと喋っててね。もう羨ましいです。私、絶対なばらに喋るってね。決めてるんで、でも、なんて喋ろうと迷ってるんです。 えずっと会いたかったですってパ <laughs> それと「明日ののちに頑張ってください」か「髪型勝手にお揃いにしていいですか」で迷ってます。<laughs> 迷ってます髪型勝手にお揃いしようっていう意味はあのそのお揃いにしましょうってお揃いにしましょうって言っちゃったらシンシンさんは優しいからその私に意見を多分求めてくださると思うんですよ。 何がいいって聞いてくれると思うんでうもしかしたらシンシンさんがしたくない髪型を私も言ってしまうかもしれへんかなそのシンシンさんのっと髪型を後で真似するなら別にシンシンさんに迷惑はないんじゃないかなと思って思ってます生誕って生きていったらうわありやけどちょっと恥ずかしい <laughs> 恥,ず恥,ず恥ずかしいけど恥ずかしいなでもシンシンさん絶対反応しないとえんそんな。 あれですあの白地に、えっと、水,色水色のなんかチャイナパンダみたいな T シャツを持ってますでも23歳の時とったのやつですねであわよくばあわよくばインスタのストーリーも一緒に撮りたいですねシンシンさんの人柄も大好きなんですねそうなんです 顔もめっちゃ癒されるけどしんしんさんはみんなどれくらいしんしんさんのこと知ってるかわかんないんですけどなんと最初私全然言ってなかったんですよしんしんさん好きだと言ってなくてマジで結構最近言い出したんですけどその理由が一緒に公演出てめっちゃしんしんさん優しいなと思ったからでなんと別にしんしんさんから話してくださるっていう感じではないんですけど 見守ってくださってる感がすごくて聞いたらめっちゃ優しいしなんとはもうずっと笑ってるしもうシンシンさんが存在してるだけで癒されるっていうかっていう感じです。はいちょっととでですすねね <laughs> ね好きなんんよさけど絶対,絶対にシンシンさんと喋ったりするときに「めっちゃ聞くで」みたいな。 めっちゃキ聞ーみたいな言われます <laughs>。恥ずかしいですね、ちょっと。全然。面と元って喋れないのに。ちょっと。バレてるのは恥ずかしいですね。<laughs> そう、しんしんさん、後輩。後輩と、なんとあんま。つるんでるイメージがないですね。可愛いです、本当に。 マジで好きな種類が違うんですよ。これ今日四人絞ったんですよ。じゃあ、あみたも可愛すぎて、本当に無理なんです。うん、愛おしすぎて。うんと、可愛すぎて泣きそうなる <laughs>。あった時に、ちょっと意味わかんないと思うんですけど。ほんまに可愛すぎて、泣きそうなってます。 にやばいでもアミたんも多分人見知りやと思いますね佐タたんのこと忘れんといたあでねごめんなさい <laughs> 誕生日の誕生日あんなに忘れへんって言ってたのに自分でフラグ立ててフラグ回収して,してもった亜美たん成長したらどんなんなるんやろうやばいですね 終わります <laughs> 急すぎる十三位ずっとろさんありがとうございます十二位オールドさんありがとうございます十一位コジャンさんありがとうございます十一位良平さんありがとうございます九位ワンタンメンさんありがとうございます八位日高地さんありがとうございます七位ガルゾウさんありがとうございます六位ちくわドーナツむさちゃんさんありがとうございます五位ノーネームさんありがとうございます 四位くらちゃんさんありがとうございます三位しのぶさんありがとうございます二位りんたくさんありがとうございます一位ともひとさんありがとうございますあみた配信出た時めっちゃ一生懸命話してたよねえそれなめっちゃ愛おしくないですか会話トマトアパンと思ってくれてたんだな全然いいねんけどめっちゃ愛おしいなそう思ったらめっちゃなんか質問してくれた可愛 <laughs> い,いですね 11とうとうであ明日,明日の12時までやって音う案話し話とぜひ待ってますではさようなら